こんばんはこんばんはダルマハート結婚して お疲れたこクマ、ありがとうこんばんは、中村まいです、こんばんは、アイ,アイメイク確かにプチプチ今日はフラワーフェスティバルでした、ありがとうございました。 ありがとうどんどこ。ありがとう。ありがとうございました。今年も出演できて。嬉しかったです。いや、ありがとうございました。はあ、いい西日がさしてましたね。<laughs> 夕方だったんですけど。 ありがとうすごいゴールデンタコハートありがとうございます何年連続ですかって私はですね入ってなんと1年目から出演させてもらってるんですけどえっとねコロナ禍もあったからね どうだ何年連続なんだ配信だけの時もあったし何年連続だろう何年連続かってやったらむずいむずい質問だでもめっちゃ出演させてもらってますそうですね最初お披露目ででも出たので 配信の時もあった配信の時はカーネーションステージじゃないところでやったんですけどそうあれかなあのお花柄の衣装4色みんなバラバラの色のお花柄の衣装の時ありがとうございました本当にあそうボタニカルボタニカルって言ったらいいんか <laughs> 私たちの中でねあの衣装はフラワーなんですよフラワー衣装「愛の重さすごく良かったです」って私のえー、もうね愛の重さめっちゃ緊張しましたよ本当にでも披露できてよかったです「フラワー衣装フラワー衣装」「フラワー」みたいな。 衣装他にもあるけど青花柄とか <laughs> なんかメンバー内では余裕ながらある愛の重さいや私さなんか愛の重さのイントネーションの練習しててちょっと愛の重さか 愛のの重さなのかずっと自分の中でどっちなんだろうと思いながらなんかだって制服の重さっていうじゃないですかだから愛の重さかなとか思いながらず <laughs> っとインドネーションがどっちなんだろうって思いながらあ前者ですって愛の重さ あのえっとね2番のサビ終わりに一人でね踊るところがあるんですけどそこを振り付けてもらったんですけどそこの振りめっちゃ好きなんですよ <laughs> え今日めっちゃ緊張したありがとうクリエイトボーイさんの振り付けですクリエイイトボーイさんは あの前作の「君は何を後悔するのか」もだし前々作の「息をする心」もだし「全然全然作の離れもそうだし全然全作の『へたれたちもそうだしもういっぱいい STU の振り付けをしてくださってる方です。STU の中で言ったら1枚目と3枚目「大好きな人」「暗闇大好きな人」でね 四五は違う、四五六は違うから、あと七八九十だから。もう半分は、半分以上クリエイトボイさんが、振り付けてくださってます。クリボーさん <laughs>、あクリボーさんっていうねって。る <laughs> そうなん、ね。 ありがとうございますなんか振り付けてくださったってのが嬉しい <laughs> 君をしたくない <laughs> 君を失いたくない だから僕は強くなるどんな涙って拭うって、ここ拭う。拭ってあげるよ人を愛すその言葉は限りなく思い <laughs> 全部音にハマっててなんかいい い,いやだ。<laughs> 新衣装？そう私チュールがついてるんですけどもう花は誰のマナーの時に <laughs> 踏まないかすごい心配でしたね。<laughs> そうなんかみんなズボンとかあスカートが違うんですよ。 ミニスカートの子もいればちょっとロングな子もいてであのパンツにチュールの子もいるしそう結構バラバラでそうなのチュールが結構長めなんです <laughs> 私の衣装タイプかわいいかわいいよねどれもかわいいけどそうなんかパンツに ショートパンツにチュールはなんか割と背が高い子が多い気がします。あかりんさんとかそらはとかあおいさんとかなんか結構背が高いメンバーがショーパンなのかな分からんけどなんか多い気がして。 そういう人間、分 <laughs> からん分からんあのー、あれかななんか雰囲気とかにも多分いろいろと合わせてもらってるかなサラピミニスカねサラピサラピの足いいよねなんかちょっと私あの変なこと言ってるみたいですけどサラピの足結構好きなんですけどミニスカ映えます。<laughs> 屋台食べたえ、食べてないのーもうめっちゃね始まる前にイカ焼きの匂いがすごいねしてねもう <laughs> ってなりましたほんとに <laughs> イカ焼き食べたいってなりましたなんかイカ焼きの屋台が近かったのかなめっちゃイカ焼きの匂いがしたの <laughs> ちょっと待ってめっちゃ可愛いタワーバラとめっちゃ可愛いありがとうございますアルフォートさんかなアルフォート ありがめっちかわいいマジでイカ焼きの匂いがめっちゃしたいいカ焼き明日もあるから一回。明日はちょっといけないんですもう明日は鬼早やでハハハ鬼で フロワーにはいきません残念ながらちょっと行きたかったですけどありがとう屋台行ったらマストで何食べる私ベビーカスったらめっちゃ好きですよ持ち帰って食べるかもうまいよね そう私はもう明日から遠征です。遠征祭り 定いやね確かにねゴールデンウーいいだもんねひどいよねアイさんありがとうパッキング今さっきもやってたんですけど全然全然終わんないねちょっとさ そう。でね、私、フラワーの後に <laughs>、あの、マッサージ行ってきたんですよ。もう、これは明日から頑張るぞの、あれで、マッサージ行ったんですよ、また。で、<laughs> そうマッサージ行ってて、もう、もうギリギリに駆け込んで、行ってきたんですけど、え、これまだ話す時間ありますかそう、なんかね、前のえ、そう。なんか、前に、一個行ったマッサージ屋さんが、 なんかそう私もう1時間ぐらいもう爆睡しててそう <laughs> 時間書いてくれてるありがとうあチャクラのそうなんか人間には7個チャクラがあるんですよってチャクラっていうのはエネルギーが出た出入りするところでまあ、なんか木みたいな感じで本当になんか目には見えないけどそういう場所が7個あってみたいな。 そ <laughs> でその「あなたは前回はねあなたは喉のチャクラとハートのチャクラとなんかこの辺のチャクラがあんまよくないですよ」みたいなの言われてでそうなんかい喉のチャクラはまあ言いたいこととかも言えないようなそんな感じでハートはなんか周りをすごい気にしすぎててみたいな,そ,そ,なんかそういう感じのことを言われたんですよ。で前回はねで私でも前回寝てたからなんかあんま全然知らなくってどんなふうにマッサージされてたとか。 ななんんかかかチャクラのこととかあんまよくわかってなくてて起きて全部伝えられたんですよ寝てたので「あの発表します」みたいな感じで「チャクラ発表」みたいな感じで伝えられたんですけど今回は起きてたんですよ私。でなんかそう全部もう起きてたんですけどなんかマッサージの途中にマッサージの方がちょ「それではちょっと」って感じでいなくなって。 <で> <laughs> そしたら「えー、なんかすごかったの!」。それではなんか今からチャクラをなんか <laughs> チャクラ見ていきますみたいな。で私気になったからその「チャクラってマッサージで分かるんですか?」って聞いたら「いやマッサージじゃなくってなんかあなたの心にアクセスします」みたいに言われて「アクセス?」みたいな「もう何どういうこと?」みたいな「えアクセスってどういうことですか?」みたいな。であなたの 心とお話ししますみたいな感じで「え <laughs> ヒってなってで <laughs> なんかあのアクセスされるみたいで私心で、ね、んか「アクセスってどうやってやるんですか?」って聞いたらなんか「冷気を使ってアクセスするんですよ」って言われてで「はあそれはどういうことですかね?」みたいになってで私もわかんないけど、ね、そしたらなんかそのマッサージの合間に。 であの <laughs> 本当とにすごいんですよなんかあのねなんかトライアングルじゃない何だっけこのチーンってやつあ,あんな感じのやつかなわかんないんだけどあのこう隠されてたの目はだからわかんないんだけどなんかそうチーンってやつ持ってきて <laughs> でチーンって。 深く息を吸って、吐いてーっていうのをまずして、で、あはぁーとかってやって、で、これなんかよくわからんけど、なんかアクセスをされる儀式みたいな感じ。で、ね <laughs> はね、あのドアはだんだん、あの体の力が抜けて軽くなる、チーンみたいな。<laughs> そんな感じで私ちょっとあのツボが浅いんで笑っちゃいそうになってなんかふ <laughs> ンってなってそうでなんかすごいねいっぱいなんかそれでは私は今から唱えるので何もなんかあのー、気にしないでくださいって言われてでなんかなんか言われてチーンって合間に挟まるんですけど <laughs> なんかすごくって本当にで アクセスされたんですよ。心に。<laughs> 気になるえ。なんかすごいすごかったよ。なんかあのー？あなたあなたの体に今からゴールドの光が入ってきます。ちーん、ゴールドの光で満たされました。チーンすごいアクセスされたんですよ。で、これで、ね、アクセスされてで、そしたらあなんか前回は？ 「いっぱいチャクラ良くなかったけどハートのチャクラだけになりましたよ」って言われてであの「ハートのチャクラがまあ良くないですね」って「あげてくださいってできて当たり前って思わずになんかいろんなことをもっとえあのできたことを褒めたりとか「偉かったね」って自分で自分を認めてあげてくださいみたいな感じで言われてで「あのおお!」ってなって。<laughs> <laughs> そうで「ハートのチャクラだけですよあなたは」みたいなそうなんかポジティブな感じでで本当にねその時間が7分ぐらい7分ぐらいあってで、ね、またマッサージに戻ってたんですよそうなんか「占い師みたいじゃないですか」でで私占いい師みたいですねってまたなって。 売られない,いや何も何も買ってないですでもねなんかそのやってくれる人も「いやなんかねこういう話をしたらね」ってなんかちょっと変って思われるかもしれないんですけどって本当にあるんですよってそうチャクラ アクセスされました <laughs> で,でマッサージはめっちゃ気持ちいいの本当にマッサージめっちゃ気持ちくってでもななんかそのなんでそれやってるんですかって私そのメニューにチャクラなんてなかったから何でやってるんですかって言ったらなんか2年前ぐらいに始めたんですよって言っててなんか来てくださる人のハートハートじゃないやあのー、チャクラにアクセスみたいな言ってて。 裏メニュー裏メニューって感じでもないと思うけどそうで「自分を褒めてあげてください」って言われて「わかりました」<laughs> そう今日あった不思議なことあとね聞いてほしいまだあるのなんかあそうあのー、その前回は聞かれなかったんですけど今回はあの「仕事は何されてるんですか?」って言われて。 で、あ、そう、その前に仕事帰りですかって言われたの。だから、はいって言って、で、そうなんですよ。お疲れ様ですみたいな会話が前にあったんですよ。で、しばらくして、あ、なんか仕事は何系なんですかって言ったから、うん、えー、あ、えー、あ、会社員ですって <laughs> 言って <laughs>、会社員ですって言ったら、えー、なんか何系ですか？なんか前に、あのー、なかなか。 こうお休みがバラバラって言われてましたよねって、そのなんかお休みバラバラって言ったんですよ。それをなんか覚えてくださってて、で、なんか会社員。 そうなんですか何系ですか事務系ですかとか言われて、何系とか分かんないから、え、あーまあ事務って言っちゃ事務なんですかねみたいな感じで、ね、もう本当に分かんないけど、まあ事務系ってことにしようと思って、まあそういう感じですねとか言ったら、えー、事務系でもなんか不定期で結構休みとか、なんか大変なんですね。広島にはそんな会社があるんですねとか言われて、で、ああ、はーい。<laughs> 結局なんかもう本当ボロボロで、で、 そしたらなんか「あのまあでも私あの全然会社員の方とか全然わかんないんでね」みたいな「そういうのもあるんですね」って言われてそうなんとか乗り切れたんですけどいやそうめっちゃ焦りました本当にあの適当なことを言ったらどんどん何ですか墓穴掘るっていうんですか。本当にね バレてるかもでも、ね、私がね一番ドッキッとしたのはねこうね仰向けになった時に「すっごい前髪固められてますね」って言われてさ「ここがパリッパリだからさすっごい前髪固められてますね」って言われてでなんか仕事帰りあそうなんですよ」って「おでこを守りたくって」とかって言ってなんか適当に言って、ね、なんかあ「そうなんですか」ってだってさ会社員でさジムのことでさこんなさ鉄壁な前髪作る人っているんですかねわかんないんですけど。 すごいね「前髪かたー!」みたいな感じで言われてで,でもね「仕事帰り」って言ってしまったからだからなんかちょっともうそう何も言えんくて <laughs> もうねやばかったのもういっぱいねちょっとねやばい瞬間がねあってそうドキドキしました本当に。 マッサージはもう最高でしたよもうめちゃ凝ってるって言われましたもう肩こりがすごいらしい <laughs> あ,ありがとう <laughs> このままでえこのままでいいよちゃんと会社員なんかもう分かんない何て言ったらいいか分かんないんだもん バレてるんじゃないいやなんかバレてないと思う絶対にバレてないと思う100%ほんとに分かんないって感じだったなんか自分は会社員のなんか会社員の人とか,なんか仕事とかあんまよく分かってないんですよ広島にはそういう会社もあるんですねって言われたからそうなんですようんでもあれだよね あの。会社員のこと、分かってる、会社に勤めてましたみたいな。人とか、が、もしいたら、あれですよね、百パー分かりますよね。正直に言ったら、楽です。でも、なんか <laughs>。 いや絶対分かってないって絶対にいやこれは私はわかるバレていない <laughs> でももう一回会社員でとっさに出てったからさもう今更さ言えないよ何もあダンサーでいいやでも言われるのなんかそう前回凝ってますねなんか。 されてるんですかとかと「運動とかされるんですか?」とか言われたから「ダンスしてます」って言ってそう「ダンスはしてる」って伝えたからなんか多分「習い事でダンスとかしてる <laughs> <そう>」<laughs> っていう,う何歳ぐらいの人か ダメですよ、だって何か何周年なんですよって今日言っててお店がねであそうなんですねーっていつ頃から始められたんですかって私が言ったら年齢がバレるじゃないですかって言ってたからあの多分シークレットなんだと思う。<laughs> 年齢誤解ありがとうアクセスでも私もちょっとアクセスしたいかもそしたらさみんなの心にアクセスするよアクセスだってさその人の心が分かるってことでしょ やめて <laughs>。アクセスして何が知りたいか、あのその時の感情気持ち。<laughs> ダメ。何考えてんだよ <laughs>。できるの？えなんか聞いたんですよどうやってアクセスするか。そしたらなんかなんか習う習ったみたいなの言ってたからなんかその。 そういういアクセスとかできるようになるなんかのを教えてくれる人がいてみたいな <laughs> もうめっちゃ聞いたの私気になりすぎて本当にえそれどうやってるんですみたいななんかその道を開けてくれる人がいるんだってなんか占いかわかんないスピリチュアル系のなんか。 う催眠術みたい <laughs> でもねあのいや本当に怪しいって出るけどみんな言うけどでもマッサージめっちゃ気持ちいいしそう、なんかそのチャクラの時間だけめちゃくちゃ謎で私は。でも、なんか 言ってくれることはすごいポジティブ <laughs> ポジティブにしてくれるからありがとうって思ってそう聞いてます <laughs> ありがとう <laughs> もうみんな急に「お休み」って言うやんこんなに私今日多分すっごい喋ったよもう。 めちゃくちゃ喋りたいこともふわごめんねちょっと男女よくわ <laughs> 熱身す今日ねちょっとね言葉が多かったですねすみませんね えー、福ちゃんむらさん、おっさんずさむさん、きなぺこさん、かまねパパさん、いずみんさん、五十代独身さん、アルフォートさん、もとまちさん、福太郎さん、ヨッシーさん、たにたにさん、はやりんごさん、いなっちさん、ありがとうございます。<laughs> 明日は夜。明日も夜ですね。え？明日は何曜日でしょう？五月五日だよね、子供の日。 日曜日明日日日曜日です <laughs> おやすみなさいまた明日ストレートヘアでしたおやすみ また,ねーまた明日ーお疲れさラブラブーおやすみ。